素早くボディーに Y2、右フックからの左アッパー。おお、クリーンヒットした。ブック食らったけど立て直してグッドに Y2。またクリティカルか。打てばそうた。聞こえてるな。そら、ボディーがガラ空きやぞ。左でボディー、右で倒、また左でボディーを打ちながら右アッパーでとどめか。このゲームの特性上、ガードできずに4連発パンチを食らってダウンした場合、絶対20カウントで起き上がれないのでこれで勝ちです。やったぜ。開始30秒で KO とかどこのマイク・タイソンだよ。で、さっきのあれは何なんだ？ただのストレス発散ですよ。それに先月も言いましたが調達が楽なんでね。で、今回も防衛1試合と侵入1試合でお送りします。それにしてはいつもより若干動画時間が短い気がするんだけど。冒頭のあれが30秒で終わったからですかね。それでも30秒程度しか差はつかんでしょうが、あと基本的に負け試合は採用しないので、よっぽど今回の防衛が瞬殺だったんでしょうよ。うっわ、バカベロが結構遠くにはいた。どうせ相手がハック始めるまで時間あるから問題ないだろ。そりゃそうなんだけど。ね、めんどくさいんすよ。ふむ、さっきいっぱい食わされたハッカーとは別人か。いっぱい食わされたというか、停電を無駄に連打したお前のリミットというか、おい人の話を聞け。なんやこいつ、ふざけんなバカ者がぶち殺してやる。お前4月の動画で似たようなことしただろ。ここでエッグ、トップエッグを読もうとしましたが、あまりにも出来上がったゆっくりボイスが今日はオンだったのでやめます。反応に困るオチ。っていうかお前どうせこんなの読み出すつもりだっただろ。よくわかってんじゃん俺のこと。くっそーぜー。不在って言ったら今後ろで暴いてる奴の方がよっぽど鬱陶しいわ。おやおや、人やに定めんとする心がけができとらんのじゃないですかね。あーなるほど、この距離ならむしろ一撃で沈めようとするべきじゃないですね。せっかくあんな真似してくれやがったんですから、蜂の巣にしてあげましょうか。75発しっかり消えのボスさん。これはひどい。45発か。まあ意味がすよりマシだ。市民犠牲の方がですね。はい。いや市民犠牲が。うん、なんかおっしゃいましたかね。あーいやなんでもないです。はい。今回はマットマイルか。なんか最近いまいちスケープゴートしてないなと思いまして、前やった手口とほぼ変わりませんが、ここでスケープゴートの復習といきましょうかね。一つ目の最終回で使ってた戦略か。一つ目の最終回。お前が何個も最終回を作るのが悪い。にしてもそんな速度落として大丈夫だったのか今の。早すぎて取り直しになるよか、断然マシです。というかデータ取ることにかけてはプロのゴリラがいるでしょ、コメ欄に。あの人のアイコンがゴリラなのはツイッターだけやぞ。じゃあバキに出てきそうな筋肉質な顔がアイコンのゴリラがいるでしょ。なぜゴリラ訂正しなかったし。何ぐるぐるしてんの。やっぱあの場所使いたいんだけど、さっきは敵がいて仕込みができなかったから時間潰してました。ただまあそろそろ仕込みを始めに戻ってもいい頃合いですかね。チラッとネームタグ見えてた気がするけどな。その時はその時で駅で立ち回りますよ。普通にここの駅は単独で十分強いですから。というかガチで相手するなら駅だけか立中だけかで立ち回る方が断然強いかと。じゃあそれでよくね。え、待って、なんで今死んだの。なんか駅階段で車降りるとたまに死ぬよな。まあスタックして自殺もできなくなるよりかは、いっそここで死ぬようになってるだけマシですけども。これ仕込みの時間足りるかな。案外すぐ復帰したし場所的にも問題なさそうだな。それはよかった。さっさとセンサー仕掛けて立中にも工作せねば。あと約5秒しかないけど。ホイール展開しながら仕込みすりゃええやろ。あれ？センサー仕掛けるんじゃ？いや、ちょっとプレイ時はさっきの変死で困惑してて、若干手順がこんがらがってるだけです。とりあえずセンサーも仕掛けるとして、一応反射つけときますかね。渋滞ができてたら立派なハイドスポットになるからな。まあ、今回は添えるだけですが、あとはセンサーを適当に階段にポン投げ。屋根についとりますがな。まああの位置なら他にも役立ってくれるでしょうよ。あと近くに敵はいないみたいなので事前に停電しときましょう。保険です。で、立中に移動か。ほぼ前やった時と一緒か。駅階段にセンサーを設置している、渋滞を作っているなどの補強はしていますが、まあ平たく言えばその通りです。まんま同じです。というのも、これに関してはこれ以上手を加える必要がなさそうなのでね。ただ、もう一つの改善点としてあらかじめ屋上入り口にセンサー設置します。相手が立中警戒し始めてからノロノロ仕込んでたら鉢合わせして死にかねませんからね。その点今は駅に完全に誘導できてるから、自由に立中内で工作できるのか。まあ、そもそも相手の姿が今回は見えてないようだが。いや、今いましたよ。白のリバージにネームタグがあるのが見えました。ともかく、いつもの2階で様子見しましょうか。おや、ハッキング戦。路上にいますねこれ。運悪いとこっち来るかも。スケープゴートにバイク使ったの失敗だったやもしれんが。おっと大きく U ターンしたぞ。あや、許されましたかね。これなら駅階段の仕込みにも気づくでしょうな。気づいただろうな。車を降りたぞ。よしよし、うまい感じに私の手のひらの上に転がり込んでくれました。階段に放置されたバイク。そして、光り輝くセンサー爆弾。これこそフルハウスですよ。これを見て駅を捜索しようと思わない敵がいるだろうか。いや、いない。ってことか。ナイスショットですねよ相手さん。これで駅捜索ができるようになりましたよ。おやおや、停電まで起きましたよ。あなたが駅に踏み込んだからですかね。しらじらしいやつだよ。まったく。コーナーや 75% までは確実に安泰です。
で、75% になってようやく相手はこっちの魂胆を知ることになるわけです。なんか相手階段降りてきてるみたいだけど。ふむ、駅にいないことに気づいたのならそこそこに感がいいようで。ただ、どうでしょうね。これ相手立中が視野に入ってるんですかね。渋滞をチェックしてるようだが、これはどうなんだ。離れていきましたね。多分これ相手あんまり目星つけてなさそうですね。じゃあ、やっぱり 75% までは安泰か。そうなりますね。にしてもなんでまた駅に入っていったんだ相手。まあ、好都合だからいいだろ。こっち来るまで余計時間かかるしな。さて、半円の動きでいい加減私が立中にいることはバレるでしょう。まあ立中のどこにいるかなんてわかりようがありませんが、今思えば3階のドアも開けといたらよかったですね。次からそれも仕込みに加えますか。まあさすがに同じ場所で同じ戦法を使った動画を3本も作るのはアレな気もしますが。相手あれで死んでないのか。割と結構即死する高さなんですけどねあそこ。運が良かったかポーズ無敵使ったか。相手上がってくるだろうから一応視線切れるようにしときましょう。多分階段から来るよなこれ。まあ、そうですね。そっちの方が早いので。なんでお前はさっきスロープの方見てたんだ。いやそうですね。いやマジでなんであっち見てたの俺。お前がわからなかったら誰もわかんねえよタコ。つうわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくだぜ。